山本義春はは、日本の教育者。学校法人青山学院第15代委員長。埼玉県秩父市生まれ。埼玉県立秩父高等学校。1980年3月、駒沢大学文学部国文学科卒業。同年4月埼玉県公立中学校の国語科教諭。大学入学後に、学生寮の友人に誘われ、教会へ行く。 1975年に本バプテスト、連盟赤塚バプテスト協会にて洗礼を受けた。キリスト教ラジオ放送局フィ c ビーシーの番組を担当していたことから、学院より声がかけかかり、1990年に青山学院中東部教諭となる。2006年同部部長。2014年青山学院常務理事。2018年7月、青山学院院長に就任。 青山学院幼稚園園長も務める。東京私立中学高等学校協会上任理事。日本史学教育研究所幹事。教育家庭専門委員。日本史学中学高等学校連合会幹事。日本 PBC 理事。キリスト教学校教育同盟理事。江戸東京博物館運営委員などを歴任。秩父高等学校。卒業式校長式時、本校の同窓生が。 学校法人青山学院の委員長に就任。秩父高校通信 H31 年1月。2020年12月3日閲覧。クリスチャン・トゥデー。青山学院、次期委員長に、山本義俊氏2018年3月31日。2020年12月3日閲覧。クリスチャン・プレス。山本義俊氏が、青山学院第15代委員長に、 就任2018.72。2020年12月3日閲覧。青山学院幼稚園。園長ご挨拶。2020年12月3日閲覧。東京市立中学高等学校協会。教職員資質向上研修。グローバル教育研修委員長 R 元年10月。2020年12月3日閲覧。キリスト教学校教育同盟。 理事会役員名簿2020年12月3日閲覧日本サーバントリーダーシップ協会第6回サーバントリーダーシップフォーラム2019年3月2020年12月3日閲覧ありがとうございます。